よつゆ。あのさ、そうね。もしかして、ああ、え、ああ、これは？うん。いや、いずれにせよ、あれ？もう、ここが鳴子坂製作所か。あの、はあ、はあ、カレンがさらわれただと。なるほど。
でも、それはおそらく私の身代わりになったんだ。地図、無事だったか？ああ、カレンのおかげでな。やはりお前もこちらに転移させられていたんだな、ルルシュ。あの、大方襲撃犯は転移者を出せとしか言わなかったのだろう。だからカレンは自分が転移者だと名乗り出た。嘘は言っていない。おそらくカレンも敵が本当に必要とするのは自分ではなく C2 であることぐらいは読めていたのだろう。だから意図的に自分を差し出したんだ。素直に C2 を差し出していたなら詰んでいたところだからな。なるほど。しかしルルーシュ、お前がそう言うのであれば、襲撃犯シンと言ったか、奴らの目的は私ということになる。そうだ、今回の一件、お前たちも戦ったバイスという機械生命体によるものだと考えられる。バイスはお前の存在を求め、時空を歪ませてまで別の世界からお前を転移させた。俺とカレンのおまけ付きでな。そしてバイスは自分たちを信奉する真の連中を使い、この世界に転移したお前を取り込もうとしている。うん、大体の話は見えてきたが、どうしてそのバイスが私を取り込もうとしていることがわかるんだ？話をしたわけでもあるまい。それはここにいるセラの能力だ。セラはバイスの意思を受信できる能力を持たされた。そしてバイスの意思を受け取る巫女として真に利用されていた。なるほど、それでガテンが言った。お前がバイスの目的が私だと確信を持っていることと、彼を連れて行った理由に。それこそが俺たちの切り札だ。ああ、君が今回の件を解決する重要な存在という意味さ。あの、真の連中はセラを逃がしたために情報が不足している。バイスが欲する人間の詳細が分かっていないんだ。シンがこの鳴子坂製作所に目星をつけたのも、先の戦闘で詳細不明のアクトレスが参加していたという情報からの推察だろう。セラ、クロスたちは転移者の詳細を知っているのか？そうなると、奴らはこの世界へ来た転移者が何人いるのかも、バイスが何を求めているのかも分かっちゃいない。そこに勝機がある。奴らがバイスと接触する前にカレンを奪還し、 C2 を狙って俺たちをこの世界へ転移させたバイスを倒す。でも、あの、大丈夫だ、全てを同時に解決してみせるさ。え？できるさ、さっきも言っただろ。なんせこっちには切り札が揃っているんだからな。
条件はすでに全てクリアされている。何それ。私の名はゼロ。異世界からの転移者だ。愚かな真の諸君、何か忘れてはいないか。その通り。違うな。間違っているぞ。転移者は一人ではない。二人必要なのだ。そこの女とこのゼロが。異世界の力を求めるバイスは私の半身。バイスは我々二人を求めているのだ。バイスを崇めているのなら我を求めよ。それを決めるのは貴様ではない、バイスだ。分かった。ではそちらに向かおう。やあ、待たせたかな、クロス・マキト。
減に姿を現したらどうだ。私はここにいるぞ。ほう、ようやくお出ましか。